はいそれでは発表を始めます筑波大学大学院に所属している金ンビと申しますよろしくお願いいたしますとチャレンジのテーマは体操の効果のエビデンス検証とその実践的活用による地域の人々の心身の健康上昇への貢献ですまずはじめに 私は日本で行った研究の成果を生かして韓国、日本をはじめ世界における人々の心身の健康上進に貢献したいという夢があります。この夢に至るためにまず2012年度の活動目標としては博士論文を構成するために、えっと、投稿論文を書くことまた同時に実践,的実践現場において運動指導を行うことです。 今回は昨年度の研究の課題を解決するために新しく行った実験の成果について紹介いたします研究の目的ですがまず、えっと、私がその焦点を当てたところなんですけれども運動を実施する際により楽しく実施できるまたその中で運動が持つ社会的な効果を高めるためには ここに示したその音楽の要素とまた対人的要素、えっと、ここでいう対人的要素っていうのはその一緒に運動をする人との身体接触っていうことを言いますでそれぞれが、えっとはい、そ,のそれぞれの要素の有無によってこの4つの条件に運動を設定することができるんですけれども失礼しました えっと、昨年度のチャレンジでは、えっと、この2つの要素つまり、えっと、音楽の要素と対人的要素が入含まれた運動とまた両方とも履いてない運動条件については比較を行ったんですけれどもその以外のまた片方ずつ履いている運動に関しては、えっと、効果を検討することができなかったため、えっと、今年新たにチャレンジをしました。 えっと、ここで対人的要素が入っている運動っていうのは、えっと、ペア運動と示して説明していきます、えっと、実験の方法なんですけれどもこのように4つの運動条件に分けることが可能ですで10分間の運動を行いその前後においてえっと 気分を測定する二次元気分尺度二次元気分尺度を用いてまた主観的運動強度を用いて、えっと、運動前後に測定しましたまた運動が終わってからは、えっと、それぞれの運動の楽しさについて運動楽しさ尺度を用いて測定を行いましたで、えっと、早速結果に移ります、えっと、主観的運動強度についてなんですけれども この、えっと、各4つの運動条件には有意差が認められず、えっと、全ての運動において軽い強度,で強度の運動であったとっいうことが確認されましたまた運動前後に測定した二次元気分尺度の活,、えっと、活性度っていう因子の結果、えっと、全ての運動においても運動を行うことによって気分の向上が えっと、明らかとなりましたその次に、えっと、運動の楽しさ尺度の結果なんですけれどもこれは因子別に説明していきますまずその1つ目の因子としては運動の基本的欲求重速因子ということがあるんですけれどもこれは運動の満足度や、えっと、運動の達成感ということを意味していますこれに関しては えっと、音楽の要素が入っている運動に関して、優位、えっと、に高い値を示しており、えっと、運動の満足を高めるには、えー、音楽の要素の影響が大きいことが確認されました。 またその人間関係因子ということがあるんですけれどもまた、えー、と一緒に運動を実施した相手に対してどういうふうに考えるかその相手との関係がどういうふうにその変わったのかということの結果なんですけれどもこれに対しては明らかにそのペアで一緒に身体接触を伴う運動を実施した方がえっが優位に高い値を示しています。 つまり、えっと、身体接触が加えられた運動において、えっと、仲間との関係を良くすることの、えっと、影響大きい影響を与えたことが確認されました。ということは、えっと、同一の内容また同一の強度の運動において運動の中に、えっと、音楽の要素とまた身体接触を取り入れた運動は えっと、運,動運動の満足,た満足感を高めまた相手との人間関係を改善する効果があることが確認されましたつまりここでは、えっと、運動の効果をあ運動の心理また社会的効果を高めるためにはこの両要素とも重要であったことが言えると考えられますこれで研究の紹介は終わりです で2012年度の成果としては今現在、えっと、にこの内容を含めて、えっと、日本スポーツ心理学研究に投稿して今現在その審査中の段階です。でまた来年度には、えっと、博士論文を構成することとまた同時に現場での運動指導をまた行うこと。ここのの、えっと、研究のこととまた そのスポーツ、えー、と運動指導者としての立場を両立することによって、えっ、ー、とより私のえっ、ー、と夢に夢につけつけ近づけると考えます。ご清聴ありがとうございました。